女子柔道57キロ級玉置桃です。岩見沢出身です。私のトレーニングをお見せします。家にあるチューブや、紐などを使います。それを端と端に結び、その上をジャンプしてその下をくぐるを5回繰り返します。5回繰り返したら今度反対側でジャンプして下をくぐるというのを5回繰り返します。セット数は、皆さんにお任せします。はい、これをやることによって心拍数も鍛えられ、全身も鍛えられるので、ぜひ皆さんもやってみてください。皆さんこんにちは、柔道の上野真彩です。今回は、柔道の、釣り手の手首の強化する練習を、したいと思います。手首を釣り手のようにいろんな方向で使って使い方の練習です。担ぎ技などをする選手はちょっとこういうふうに持って、こういうひねる、手首をひねる練習します。担ぎ技するときは入ったときに、手首が重要になってくるので、こういう手首の強さが大事かなと思ってやっています。ぜひ皆さんも試してみてください。北海道の皆さんこんにちは、北海道出身の上野芳生です。今回は反復横跳びという動作に柔道の技を取り入れたトレーニングを紹介したいと思います。まず反復横跳び、この動きに柔道の技である送り足払いを取り入れたいと思います。移動して足を払う、ポイントは足を払った時に足首をしっかり返しましょう。でその時にできたら腕もしっかり振る。これを30秒ひたすらやって10秒休憩して、だいたい5セットやってください。今コロナで大変な時期ですが、皆さんで一緒に頑張って乗り切りましょう。